はい、こんにちはえー、っとねちょっとサムネにも書いたんですけどえー、っとまあ人はね基本的に「あのかまってちゃんなんだよ」ということで今日はちょっと話していきたいと思います。えー、っとまあかまってちゃんまあねあのー、私もそうだったんですけどああのー、まあ、小さい頃というかまあ まあ反,抗期まあ、反抗期とまではいかないんですけど、まあ、ミニ反抗期みたいなものはが、ね、私にもあったんですよ。でなんかこう、ね、両親となんか暮らしてるくせになん,か、ね、なんとなく自分は両親なんていらないみたいなねなんかこう一人で生きていけるみたいな、まあ、もちろん、あのー、経済的に、あのー、自立とか全然できないんだけどだけどなんとなくね 気持ちの中ではあのー、もう両親の愛情なんていらないみたいなねこう感じでちょっとね両親がちょっとまああのー、まあ今考えてみるとそういうのは全然もう違ったなとか思うんですけどやっぱりね あの両親がいたから私ここまでこうねあのいろんなこう何て言うのかな嫌なことがあったとしてもなんか乗り越えられてきたしあのそれはあの物理的にあの近くにいるとかそんなんじゃなくてもなんかあの十分こうね無償の愛というかなんとなくこう。 なんかこう精神的にいつでもそばにいるんだよなみたいな感じがしてで結局両親が無償の愛であの私を構ってくれたからこうねここまでこうねあの生きてこられて本当なんかこうねあの両親っていうのは完璧な人間ではないけどなんかこうね あの感謝しても感謝しきれない存在なんだなとか思いますね。でこの今日のそのまあみんなねあの基本的にはかまってちゃんなんですけどまあ、例えばですよあの、まあ、さっき話したみたいにあのつ自分は突っ張り。 まあ私は突っ張りじゃなかったけどなんかこう突っ張りでねこう世の中の誰もいらないみたいな一人で生きていけるみたいな感じであのやってても結局それってこうね突っ張っていろんなことをするじゃないですか悪いこととかあのー 人の注目を浴び,る浴びるようなことをするとかねそれってねみんなね「かまってほしい私を見て見て」っていう,いうね「私を愛して」っていうねサインなんですよね。でこの「かまってほしい」とか「愛してほしい」とかいうサインってなんかこうどこから来たんだろうなとか思ってた時にあるちょっと番組のことを思い出して、えっと、それはね なんかこう人間がなんでこうね他の動物と違って生き延びてこられたかっていうのを言ってたこた番組があったんですねであのそれは、まあ、もちろん言葉が話せたからコミュニケーションを取れていろいろ切磋琢磨してこうしたらいいやあしたらいいっていうのをねやっていってあのこう生き延びてこられたっていうのもあるらしいんですけど。 あのまあもう一つにあのソーシャルなだから社会的な動物でこう集合生活するじゃないですか人間って。それであのそのまあ言葉を喋れたっていうのもあるけど集合生活でこう知恵をあの与え合ってみんなで寄り添って生きてきたからあの生き延びてこられた。 だからこう他のね、あのー、例えばマンモスとかはそういうことなかったしあのだからちょっと氷河期で絶滅してしまったっていうようなことを言っててああなるほどねとか思ってやっぱりこう、あのー、社会的だからみんながみんなを認め合う、あのー、動物っていうのはすごく、あのー、当たってるなとか思って。で <laughs> あとちょっとね思ったのはあのー、あるちょっとねユーチューバーの人の動画を見てたんですけどその人になんか質問してたんですよある人があのね私は会社であのー、ねあのみんなの嫌がる仕事もやってるし朝早く来て。 あのいろいろやってるのにみんなは全然私のことを、あのー、好きになってくれないし逆に私の、あのー、悪口ばっかりを言ってね、あのー、なんか全然私こう、ね、幸せじゃないですみたいなことを、あのー、言っててなんかその人の結論がすごくなんかこう腑に落ちたというかねあのその人が言うには結局的にはあのー その相談者の人も愛が欲しいしそのこう、ね、みんなそのいじめてる人たちも愛が欲しいって言っててあの結局その相談者の人はみんなに愛されたいからこう、ね、あのみんなが嫌がる仕事とかや,やってこうなこう、ね、認められたいっていう気持ちがあったみたいなんですけど。で、あの そのいじめる方にしたら、なんかこうね、あの、私たちこんだけ辛い仕事してるから、他の人がやるのが当然だみたいな。だから、私たちは、あの、かわいそうだから、かわいそうなの人間だから私たちは、こう、もっと愛されたい。ね。だから、こう、もっとみんなに認められたいっていう気持ちがあるっておっしゃってて、なんか、ああ、すごい、ああ、 そうだねみたいなだからみんながみんなこうねこう愛されたいそして認めてもらいたいっていう気持ちが、あのー、すごくあるんだなとか思ってそのだからこうその悩み相談を聞いててそのじゃあねみんな愛されたいし認められたいんだったらこっちが良ければあっちは悪いっていうのは全然ダメだと思うんですよ。で だからそういう時にやっぱりみんなが認め合うそしてみんながこう愛し合えるような環境、まあ、なかなかこうね現代生きててこうねいろんな社会的な仕組みとかがあって難しいところは多々あると思うんですけど一人一人があの小さなこうもうミクロみたいなあの努力でもいいじゃないですかそうするとやっぱりこう集団意識っていうのが だん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 変わっていってね。あのー、もっとね。こう住みよい。あのー、生きづらい、あのあの生きづらくない社会になっていくんだな。とかいう感想を私は持ちました。以上になります。ありがとうございます。はい、あと毎回まあ言ってるんですけど。 あの、私、お話のサービスとかもしてるんで、あの、ぜひ、あの、興味がありましたら、あのー、ね、概要欄に書いてありますのでおか、おえ書きください。あと、まあね、あのー、まあ、質問とか、あの、こんなことをちょっと話してほしいな、とか、あったら、えっ、ー、とね、遠慮なく教えてください。よろしくお願いします。では、失礼します。